ベンクロキは第二次世界大戦中に58回のミッションをこなしたアメリカ陸軍航空軍の軍人。陸軍航空軍の航空機搭乗員として太平洋地域の軍事作戦に加わったただ一人の日系アメリカ人だった。ベンクロキは1917年、ネブラスカ州で生まれた。両親小助クロキと中クロキは日本からの移民である。ベンクロキは1歳の時、家族は 同州のハーシーへと移って農園を購入し経営している。そこの林間は500人ほどが暮らす村だった。ベンクロキはハーシー高校に通い、3年目には副生徒会長を務め1936年に卒業した。1941年12月に真珠湾攻撃が起こると、黒木夫妻は弟と共にアメリカ軍に志願するようベンクロキに進めた。 兄弟はグランドアイランドの母兵官には拒絶されたがもう一度ノースプラットで志願している。そこでは問題なく通った。おそらくはユーモラスな逸話が示すようにノースプラットの母兵官は黒木がポーランド人のせいだと思ったのだ。黒木兄弟がアメリカ軍へと入隊したのは他の移民二世世代の中でも非常に早い時期だった。1942年1月。 基礎訓練のため、テキサス州、シェパード空軍基地へと向かわされた。フロリダ州、フォートマイヤーズの第93爆撃軍へと配属され、そこで、ベン・クロキは、日系アメリカ人が海外で従軍することは、ありえないという胸を告げられた。そこで1942年に、ベン・クロキは上官に弾丸し、イギリスの基地の第8空軍で事務官として勤務することを許可された。 しかし、陸軍航空軍において、爆撃機重手への需要が高いこともあって、ベンクロギ自らが志願して2週間の訓練を終えた、後、リベレーターこと B-24 の上部機重座に割り当てられた。B-24 は、第二次世界大戦において、連合国が用いた、アメリカ製重爆撃機で最も生産された機である。ベンクロギの乗った b は、 スペイン領もッ個で不時着し、乗員がスペイン当局へ拘束されたことがある。アメリカ国務省がその安全を確認した上で、スペイン当局から釈放されたのは3ヶ月後だった。ベンクロキはイギリスへと戻り、所属飛行隊と再合流を果たした。1943年8月1日、ベンクロキはタイダルウェーブ作戦として知られる危険な爆撃ミッションへと参加する。 ルーマニアプロエシチにある巨大な聖油症を破壊しようとするものだった。ベンクロキはヨーロッパ方面で30回のミッションをこなした。そのうち本来任務として求められていたのは25回だけだった。健康診断を受けて後、今回の作戦命令に従って5、5回だけ飛ぶことを許された。まだアメリカ本国にいた弟にベンクロキはその5回を5回とも飛んだ。 と語っている。30回目のミッションで、銃座にて、任務中に、後車砲の迎撃により、軽傷を負った。ベンクロキは治療のため戻っていたアメリカで、アメリカ軍から強制収容所にいる、たくさんの日系アメリカ人のところへ迎えという指令を受けた。アメリカ軍に志願している屈強な兵たちを意部するためであった。ベンクロキは、 タイム氏をはじめとした無数の記事で話題になっていたのだ。ベンクロキは太平洋地域へ従軍することを望んでいたが、その機会は阻まれていた。しかし、陸軍長官であったヘンリー・スティムソンの介入によって、それが認められることになった。ベンクロキは、その後、テニアン島に基地を置く第313爆撃団、第505爆撃軍第484。 爆撃隊の B-29 ジェームス・ジェンキンス、中域オーナラブルサットサケの乗員となることを許可された。ベンクロキは日本本土や他の地域で28回の爆撃作戦に参加している。対戦中の太平洋における陸軍航空軍の戦闘に加わった唯一の日系アメリカ人としてベンクロキの名は知られている。ヨーロッパでの25度のミッションとプロエシチ攻撃により、 主君飛行十字章を受訓した。終戦頃には再び同章を受訓し、五用の白葉月絵やメダルも受けている。ベンクロキは合計で58回のミッションをこなした。熱烈な愛国者だったベンクロキだったが、マイノリティであるが、ゆえの不当な人種差別や不公平にも耐えねばならなかった。ベンクロキは人種間の平等と差別への戦いの必要について語り続けた。 その蓄えやわずかな寄付などをもとに、この問題を議論するために全米を回っている。その姿勢は、ベン・クロキの伝記である、ネブラスカから来た少年、ベン・クロキ物語にも続いている。海外での従軍を妨げたと言ってもいい差別を克服する戦いについて聞かれた、ベン・クロキは、こう言っている。自分の国のために戦う権利のために、 必死で戦わなければならなかったベン・クロキはネブラスカ大学へと入学し、1960年にジャーナリズム論で学位を得た。84年頃まで各国の新聞でレポーターや編集者として活躍している。2005年8月12日、感銘的な対戦中の戦闘参加と差別事例の克服によって主勲賞を受けた。また、同年にはネブラスカ大学から 名誉博士号を得ている。2015年9月1日、カリフォルニア州カマリロの自宅で死去。ウィキメディアコモ Commons には、ベンクロキに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。